高樹君は、中華民国、中華人民共和国の軍人。北京政府、国民軍、国民政府に属する。また、国境内戦においては、最も早く、中国共産党に基準した軍人の一人である。字は、健康。1915年から、北京政府の軍人としての経歴を開始し、表玉賞率いる部隊で軍歴を重ねた。1926年。 国民革命軍、第2集団軍で市長に昇進している。1928年、軍を率いて、青海に入り、この地を支配していった馬木を下した。後に、青海省政府主席代理を一時務めた。1930年の中原大戦で、小海石軍と戦った。敗北後は省に降り、第26措地軍第17市長に任命された。しかし、 1931年の厚生省における第二次中国共産党討伐の最中に突然軍を離脱して天津に逃げ込んでいる。以後も共産党との秘密裏の連携をとっている。1933年、兵局省がチャハルで組織したチャハル民衆公日同盟軍に参加し、チャハル民衆公日同盟軍第二朝新軍司令に任命された。1937年に 日中戦争が全面勃発すると、河北省保安省所,所長、河北遊撃葬式を務めた。1939年2月、チャハル省政府委員を務めた。1940年12月、日本への降伏を図った、石友さんを、高木伊は、紹介席の秘密命令を受けて捕獲し、これを生き埋めにより処刑した。1941年1月、 第39集団軍副総司令に昇進し、同年5月、新編第8軍軍長を兼任した。その後も、第39集団軍総司令、被殺戦区総司令、第11戦区副司令長官などを歴任した。日中戦争終結後の1945年10月30日、高木伊佐は、簡単で共産党への帰属を宣言する。これにより、 共産党中央が認可した民主建国軍総司令に就任した。1949年に正式に共産党に入党している。中華人民共和国が成立した後には、河北人民政府副主席、河北省副省長、全国人民代表大会代表、国防委員会委員、中国人民、政治協商会議全国委員会委員などを歴任した。 1972年1月19日、北京で死去。去年76。ありがとうございます。